こちらがウィングレットのキーになりますので、このキーを差し込むとウィングレットの電源が入ります。で、この状態でステップを水平にしてからですね、片足を乗せるとウィングレットがバランスを取り始めます。で、この状態でもう片方の足を乗せるとウィングレットがに乗ることができます。で、このまま、体重を前にかけていきますとウィングレットが前に進みます。逆に後ろの方に体重をかけるとウィングレットは後ろに進みます。曲がりたいときは、進みたい方向に押すとその方向にウィングレットは回っていきます。ですので前に進みながらこのように大きなカーブに対応することができます。ウィングレットを降りるときにはこちらにあります降車ボタンを押すとウィングレットが後ろに傾きますので、そのまま降りていただければ結構です。